Peggy 12. うぬは世の草履を尻にでも敷いていたか。めっそうもありません。足を冷やさぬよう草履を懐で温めておりました。ういやつよ。うぬは世の草履を尻にでも敷いていたか。そんな無礼なことをすると思ってたんですか。履いたとき寒くないよう俺の懐で温めてたんです。ういやつよ。敵国の兵も民も弱っております。今攻め込めば労せずして打ち破れましょう。いいな、戦に関係のない民を攻めるは卑怯なり。謙信は敵に塩を送る。これは敵国の罠かもしれません。もしや塩には毒が盛られておるやも。バカなことを言っちゃいけないよ。敵とはいえそんな卑怯な真似をする将ではない。これは敵国の罠かもしれません。もしや塩には毒が盛られておるやも。大丈夫、この塩に込められた思いは善意。敵に感謝しつつ急いで民を救いましょう。